ピー、あ、ケーピー、ケーピースノスノさん、パピコちゃん、タクちゃん、てっちゃん、しげるブラックちゃん、スノスノちゃん、花火パチパチありがとう。ニャフィちゃん、こんばんは。間違えた。今日も氷結レモンサワーを、氷結無糖レモンサワーをいただいております。ストレッチマン。かっちゃん、きょんめん、わたこぼっさん、おつたきさま、JT チャー、きゅうりを、自家製の梅酒いただいてます。え、すごい、自家製は。自家製は、すごい、レベチ。こぼっさん、おつたきさまです。かたし、こんばんは。リベダルさん、こんばんは。ありがとうございます。ツイッターでね、さっき、ちょっと遅くになって申し訳なかったんですけど、さっき、告知っていうかお知らせした通り、生誕チケット明日発売で、明日の10時午前10時に発売なんですけど、席順は先着順になりますのでね、早めに購入した順番になりますので、ぜひとも皆さんお待ちしております。楽しみだね、ほんまにね。今日の、今日の夜ご飯は、おひきウィン、控えめに、もうめっちゃ食べちゃったんですけど、ウィンナーとオクラとブロッコリーを、この蒸し器があるんですけど、これでレンジでチンするとね、蒸せるっていうね、300円ショップで買ったやつで蒸して食べてます。ヘルシー。ちょっと朝がっつりめっちゃ食べたんで、夜ヘルシーでいこうかなと。てかそんなで食べなくてお腹空いてなかったので、ちょっと野菜食べたいなと思って、私マジブロッコリー食べてと思って、ブロッコリー食べたいって思ってスーパー行ったらオクラがあって、あ、オクラめっちゃ好きなんですよ。オクラとブロッコリー食べたいな、食べてます。 JT ちゃん、9時59分にアラームをセットして、大丈夫、1分で大丈夫、1分の余裕で大丈夫そう。朝はね、パンと焼きうどん食べた。昨日の夜食べなくて、ほらおつまみだけで終わったんで、昨日の夜ご飯がなんだっけ、焼きうどんだったんで、朝に焼きうどん食べました。リベドラさん、こんばんは。ブロッコリーにはマヨネーズかける派、かける味噌マヨ、味噌マヨでした私は。で、私はこの軸みたいなのを食べます。このオクラの軸みたいなのを食べます。あ、
ニョンフィーちゃんハッシュタグタキちゃんズ20人目タキちゃんズになってくれてありがとう。 Thank you。 焼きうどん美味しかったよ。なんかよくわかんない、あの何なのあれ、軸じゃないのあれ。下手か、下手食べました。ブロッコリーうまい。てか私普通に野菜スティックとかピクルスとかでマジでお酒の飲めるんですよ。普通に野菜でお酒飲めるよね。氷ダクダクです。あ、間違えた。うますぎ。ライブポケットで購入したことあるので1分で大丈夫。本当かな。先着順だよ。サーバーエラーが起きたらもう終わりよな。男は野菜を食さない。うちの家族はみんな野菜好きでございます。かりん姫名前変わったの。やほみちゃん、やほみちゃんてかぽっこりちゃんも名前変わりすぎてわからん誰やってなるよ本当に。でティチャーハートありがとうございます。たかちゃんばんちゃんありがとうございます。明日皆さんチケット発売日ですよ。先着順でございますからね。あゆさちゃん、あゆさちゃんファン、まうちゃんファン、高橋直人さんファンの方、皆さん明日10時からなので皆さん必ず忘れないように。たかちゃんバンチャーありがとう。忘れないようにね、ちゃんと早起きするんだよ。うまっ。なんか今日ちょっと疲れたからさ、あれ、中リーサちゃんの YouTube 見て元気注入してた。タナイちゃんお伝え様へ。タナイちゃんからアニメンプチュッチュありがとう。めっちゃアニメ音符くれるタナイちゃんありがとう。嬉しい。おつたき様ありがとう。ティーチャーおつたき様です。あ、タナイちゃん骨見ラップありがとう。これめっちゃ良くない？首元までさ、ほら首元ちゃんと前の方までさ、前の首元までさ日焼け
帽子になるのよ。ここもほら穴開いてて、あ、なんか生誕イベの生誕イベント18日にあるんですけど、なんか生誕イベにプレゼント持ってっていいんですかって、プレゼント受け付けてますかって言ってたんですけど、はい、プレゼント受け付けてます。生物と生き物、生物と生き物じゃないは NG ですのでよろしくお願いします。生物、生き物、いらないものかな、私の中だったら。生物、生き物、いらないものはいらん、あの受け取りません、受け取りません、受け取るけど、受け取るけど、鼻かんだティッシュとか入れないで、お願いだから。鼻かんだティッシュとか使い捨てコンタクトとか入れないで。うんちはダメです、うんちはいりません、うんちはいらない。生ビールとかもダメかし、あ、生ビールはゆりあちゃん飲まないんでいらないです、飲めません。ビールはあんま好きじゃないんで飲めませんのでいらないです。いらないものっすね。それは使い捨てコンタクトは逸材何嫌だよね、気持ち悪いよね。そう、たかちゃん生物、生物、生き物、いらないもの、バツ。やっちゃんこんばんは、50カウントありがとうございます。私が好きなものはぜひともお待ちしております。東京から来る人は、東京から来る人に一個お願いしたいわ。シュガーバターの木のね、シュガーバターの木っていうさ、お菓子あんじゃん、もう大有名な、あれ好きなんですよね。あれのシンプルかつなんかもう劇感限定とかじゃなくて、シンプルかつ一番王道な味のやつ、あれめっちゃ好きなんですよ。シュガーバターの木、違ったっけ、あれ、あれめっちゃ好きです。東京駅土産にあるじゃないですか、有名な、あれめっちゃ好きです。シュガーバターサンドの木やった、あ、これアマゾンに売ってんだね。シュガーバターの木、いいやつあるじゃん、あれ美味しいよね。これ、これは好きです。他は分かりません。あれ美味しい、あれは丸、シュガーバターの木は丸、めっちゃうまい。こればっかり来そう、やめて、こればっかりはいらないわ。セブンにも売ってるよ、わかる、セブンにも売ってます、知ってる、知ってるよ、セブンに売ってること。そう、限定じゃないんだよね、おもろいよな。じゃあタンプでそれにしよっと、いいな、タンプでそれ、まあいいけど、嬉しいけど、嬉しいからそれでいい、それがいいよ、それでいいよ、それでいいよ、りっちゃんタンプでそれでいいよ。だいだいちゃんファネベルアップ、ギギミヤちゃんファお疲れ様です。てっちゃんからのタンプレはタワーマンションって言ってたのに、てっちゃんからタワーマンションが欲しいよって言ったのに、タワーマンションが欲しいって言ったのに、
お太郎様、ごっくりぶり55個ありがとうございます。もじもじくんみたい。ユリアのゆとかむずいね今もんだけど、もじもじくんでゆ作るの、もじもじくんで今も思ったけどゆ作るのむずくね。シケルブラクちゃんフルフルフルルコーチ、俺コーチをしない感のセットありがとう。なんか氷結レモンサワー、氷結の無糖レモンサワー 7% とシュガーバターの木が大量に来そうで怖いわ。リケンちゃんこんばんは。タクちゃんがいるじゃん。誰でもいいよ、誰でもいいから、ゆやちゃんにタワーマンションと車を買ってよ。ゆりあちゃんの好きなもの全部買ってよ。ゆりあちゃんはニートになりたいな。ゆりあちゃんはニートになりたいお。ってことで、誰かゆりあちゃんの夢を叶えてくれる人募集中です。セリフが可愛くない。でジブルンちゃんに言われた、ゆりあちゃんはジブルンちゃん、え、氷結のレモンサワーおすすめされて飲んでみたら、カルーアしか飲まないわしでもいけた、おいち、やっぱおいちよね。氷結レモンサワーおいちい。ジブルティチュブルンルンちゃん、ユニアちゃんにプレゼントで、お家買ってください。はい、これ可愛いっしょ。え、待って、ユニアちゃん、見て。見て、これ何の真似かわかる？これ何の真似かわかる？じゃあこれ、テアチュブルンルンちゃんはこのミリアちゃんの真似を当てなかったら、ほんと一軒家お買い得で、お買い得じゃない、お買い上げで。ズッキーさん10カウント届け、こんばんは。なんでみんな10カウントしかお届けしないんだろうね、世の中には50カウントがあるのに。こんにちは。ターンよりランクアップ、やっぱ一軒家の方がいいかなと思って。騒音問題とかあるし、あ、でもタワーマンションゲットできたら賃貸経営者になる、あの不動産会社っていうか、あ、この、あい、ブーブー、違います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 。正解はあゆさちゃんが作ったタコアバター、ナナシちゃんとピュアルロンロンちゃんがあの着ているタコアバターの真似でした。残念、残念。テアチュブルルンちゃん、タワーマンション購入決定です。ピオちゃんおつたき様です、こんばんは。よくわかんない、タコみたいな
今ヒアルピュアルロンロンちゃんとナナシちゃん着てるやつの真似でした。あきたちゃんから花束ありがとう。大きな花束 Thank you。 ありがとう。きたちゃんこんばんは。ウインナーが1本だけ残ってます。あ、落ちた。ラストウィン。一般的なプレゼントって何？愛を込めて花束とか。お仕事行ってらっしゃい。3秒ルールだよ、うん、え、3秒ルールっていつからいつの時代変わるんだろうね。今の時代3秒ルールなんてさ通用しないよね。コロナ禍になったからさ。一般的なプレゼントってなんだろうね。猫とか。生き物ダメだったわ。だって山田涼介。あ、生き物ダメだったわ。ねおみちゃん、フル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 、校長1年間セット。ありがとう。あ、わかった。新田真剣佑だ。あ、既婚者だからダメだったわ。あら。わかった。成田涼。やっぱ成田涼だ。成田涼。猫もらって。って言ったら困る。全然困んないよ。猫飼います。猫飼いたい。うちのキラーくんがあの他の猫をちゃんとあの面倒を見るっていうか許してくださるかわからないんですけど、やっぱ先住民がいるんで、先住猫ちゃんがいるんで、うちの猫、うちにはシュガーバターの木をさ、でも大量にもらったとってさ消化できないよ。消化できないでね、やっぱ生ゴミとして終わるのは嫌ですから。ガチ欲しいのって、ガチガチ欲しいのって。今新しい AirPods Pro、 新しい AirPods Pro と U 字型のヨギボ、 U 字型のヨギボがあるのよ。わかる？それがマジガチ、本当にリアルガチ。この出川さんのあのリアルガチを使うんだったらそこら辺が欲しい。あとヘアビューロンのストレートアイロンとドライヤー、これはもう昔買えてるじゃん。あと欲しいもの何ですかって聞かれたら、まあリアルじゃないものを言うとしたら、お仕事ね。そしてなんだろうね、やっぱお仕事を一番欲しいかもしれない。リアルガチなお願いじゃなかったらお仕事が欲しい。お仕事好きやから。仕事欲しいなんて言ってる人すごいよな。逆に仕事なんてしたくないみたいな人いっぱいいるんだけど、私は逆に仕事したい人間だからさ、仕事したいってなっちゃうんだよ。この仕事がしたい。あ、だけどグラビアとかそういう系は NG ですね。 AV 撮影とか脱ぐ仕事とか嫌だっすね。脱ぐ仕事はちょっと嫌だな。
ノラタンファーレベルアップ、シゲルバクチャファーレベルアップ、チョロクチャファーレベルアップ、ありがとう。そう、みんないいお値段だからこそプレゼントとして欲しいんですよ。キャズエビさん、タタキ様です、こんばんは。バンバンジャイさん、ファンデミラッパー、ありがとう。でもこれはもう私の欲しいガチ、リアルガチの欲しいものはそこぐらいかな。あと推し、だからリアルガチじゃないとしたらお仕事をいっぱいしたいっていうのが私の願望ですから、お仕事くださいって。お仕事をください。涙の数だけ。のりおちゃんファンデミラップ、ありがとう。私はでも東京に住みたいか住みたくないかって言ったら東京に住みたくはないので、まあ、東京でお仕事がいただける、東京でお仕事がある際にまあ家があったら嬉しいなとは思うね。あと強いて言うなら東京とか、まあ47都道府県にね家があったら嬉しいね。うん、プチトマトちゃん、ありがとう。すごい買えた、ほんと。ゆーちゃん、つたき様ね。もっと可愛い女の子だったらさ、マシュマロが欲しいとか言うのかな。何が欲しいのって言われた、トマトが好きだからとか、いちごのショートケーキ。懐かしい、もじもじくん、もじもじくんだと思ってんの。え、嬉しい、プチトマトちゃん、こんにちは。もじもじくんと認識してくださってありがとうございます。黄色いもじもじくんで、ね、可愛い子の回答を考えよう。いちごのショートケーキを食べたの、ホリトンタントトントントディンと、トリトンタントトントントディンと。でもみんな可愛い子、今私が言ったやつよりも絶対高いものねだるよ。シャネルのバッグが欲しいとか、ボッテガのバッグが欲しいとか、ディオールのピアスとネックレスが欲しいとか、エルメスのパーキンが欲しいとか、グッチのバッグが欲しいとか。かわいい、かわいいよ。なんで絶対そうだって。可愛い子は、でも可愛い子は絶対にミュウミュウか、可愛い子、女の子、自分の意中のすごい可愛い系、ホワホワ系の女の子にプレゼントをするんだったら、あの絶対にミュウミュウか、セリーヌかディオールをあげると喜ぶと思いますよ。もしあの迷ってる人いましたら、私はもうディオールも、なんて言うんだろう、セリーヌも、あのミュウミュウもミュウミュウも全然欲しくないけど、可愛い子はそこら辺の系統のブランドめっちゃ好き、本当に。逆にイチゴのショートケーキは、まずケーキがあんま好きじゃないんですよ。エリケイちゃんもかわいいよって、ありがとう、エリケイちゃんよ、やっほー、星レベルやん、星レベル。でもそんなもんよ、かわいい子がさ、そうださ、かわいい子なんて猫とかねだるって、マジで猫犬ねだるって、もう桁違いよ本当に。だいたいそんなもんやって、可愛い子、可愛い子の欲しいもんはそんなもん。小学生じゃあるまいし、そんなチョッパチョップチョとか言わないよ。イチゴのマシュマロとか言わないよ、小学生じゃあるまいし。小学生だって今頃、昼間にはファミリーって言うよ。
小学生の女の子だって今時言うよ、ルイ・ヴィトンのバッグって小学生のギャルだったら言うよ多分。小学生ブランドみたいなのあるしね今ね、今時は怖え怖え。でもブランド物をあげたら女の子は喜びますよね。私は何のブランドが好きかな、私はシャネルとか、シャネルとかボッテガとかフェンディとか好きですね。あとバレンシアガとかシルバニアファミリーな、普通じゃない。シルバニアファミリーってさピンキリじゃない、結構赤い屋根の、あの明かりの灯る赤いお家みたいな、結構1万円ぐらいしますよあれ。バーキン、私バーキンだな、エルメスのバーキンって買うときは高いんですけど売るとき安いんですよ。それがちょっとバーキンの悪いところですよね。買うときはすっごい高いのに売るとき安くなっちゃうんですよ結構。だったら金のネックレスとか純金のネックレスとかロレックスの時計とかそっち系の、あのもらった方が資産になるよね、資産に。でも今はブランド物もそういう金とかやつもあれなんですよ、あの今結構高騰してるから結構ほんと高値で、今皆さんが眠ってる、皆さんが今使ってない金属、あの貴金属やブランド物ちょっと売ってみた方がいいですよ。今高騰中だからブランド物もそういう金とかそういうシルバーとか売ったらちょっと高値で買い取られる可能性めっちゃ高いですよ今結構旬。事実よね、事実よねマジ事実、ほんと事実だから。これは今めっちゃ今日買い取り中されてますからどこでも。でも時計とかそのいい時計とかいいネックレスをやっぱさ結婚してなんかさそういう財産そういう資産座を残すのもありじゃないですか、そういうものとして残すの、ただの現金だけじゃなくてもそういうものも売ったらお金になりますよみたいなの残すのもやっぱちょっと風流じゃなくてやっぱ粋じゃないですかね。ロレックスのなんだっけ、何が高いんだっけ今、なんだっけ、何だっけ、なんだっけ、ロレックスのあの高い時計なんだっけ、あのちょっと青っぽい時計、青っぽい時計の名前なんだっけ、青っぽい時計。だからほらだからあの時計強盗が入ったんですよ銀座で。銀座でさ若い者4人組が時計強盗入ったじゃん、そうデイトナ、それです、それがめっちゃ高いんですよ。あと偽物と本物すごいね見分けが最近つきづらいって言うけど、時計は分かる、時計はスマホで見る、私も時計は今アップルウォッチで見ちゃうもん、高いんよ。それはただ単に趣味とかまあ資産としても残るから、もし自分が死んだ時にまあ息子とか娘とかまあ子供がいた時にそれがあればさ、まあ 何日間 半年1年2年とか暮らせるようなお金にはなると思うんですよ。そういう風な考えで残す人もいると思うんですよ、その将来を見据えて。やつぶささんこんにちは、入れおしありがとうございます。だからスマホを見ますとかも当たり前なんだけど、そういう形で残す人多いんですよ。時計は壊れるんじゃないの、時計はね大事に使えば壊れないですよ。しかもロレックスの時計とかって電池で動いてるわけじゃないらしいしね、うん、金とかねアクセサリーは。ロレックスの時計って確かなんか電池で動いてるわけじゃないみたいな、だから直す人が少ないっていうね、直せる人が少ないっていうね、ロレックスとかそういう高い高級時計。
ね、うん、あ、きたちゃんファニビラップありがとう。なんでこんな詳しいなんて怖いよね。なんでこんな詳しいんだろうね。多分 YouTube とかそういう YouTube とかあとテレビとかでも強盗したやつとかって傷つくから結構本当あの買い取りねめっちゃ下がるらしいよ。買い取りねめっちゃ下がるらしいから皆さん強盗なんてしちゃう目ですよ。え、でもさあの若い子あの4人組でさ若い4人組ほんと10代のほんと若かった高校生から19歳ぐらいまでの若い子が4人さいっぱい盗んだわけじゃないですか時計を。それでまあ上の人がいるわけじゃ上層部がいるわけじゃない指示したその指示したその子たちはさ正直言ってさどの時計がどれぐらいの価値かなんてさどの時計がどれぐらいの価値かなんて正直そこまで分かんないじゃん。もう上の人の命令でもう時計盗んでこいいっぱい盗んでこいみたいな感じで盗んでるわけだからさどれがどういう価値なのか分かんないけどさあれだよね取り分でさまあさ自分がさその何これをやったらお前に50、まあ、4人に1人に50万ずつ分けるみたいな50万ずつやるぞぐらいだったらもしかしたら高校生の50万って相当でかいじゃないですか。それぐらいでやってる可能性高いじゃないですか。でも時計1本で正直50万ぐらいの価値はあるやつは全然あるじゃないですか。どれぐらいのその交換条件でそのさ4人はやったんだろうね。だって相当交換条件がなかったあんなさ銀座でみんなに人がいっぱいいる中でだってスマホとかでさその映像が撮られてるわけじゃないですか。どんな交換条件でやるんだろうね。10万めちゃめちゃ安上がりじゃないですか。1人10万でしょで4人だから40万でさ時計何個も取ってさでこのはいこれはいこれ、はい、まあ現金は手渡しなのかなどうなんだろう。だって時計売ったら相当なお金になるじゃん今だと。だから現金手渡しの方が信用あるから現金で渡すか。10万でやる？え19歳が10万でそんなさリスクを負う？10万だよ10万でそんなまあ少年多分すごいそそのかされたんだと思うんだよね。だって19歳だからもう20歳未満だから少年院みたいなところに入るわけじゃないですか。だから絶対期間も短いしみたいなすぐ出れるから若いうちに出れるから今そういうことやっても、まあ、捕まったとしてもすぐ出れるしみたいななんかワンチャン捕まんないからみたいな多分超いいそそのかされたよね。絶対そうだよね。だって16歳高校生とかでしょ。ブシュマルさんこんにちは。ほんとよ怖いよね。勉強になったか。よかったよかった。でも私もさ高校生でも強盗はしないな。10万もらえるからって強盗はしないな。もう一個ゼロ増えたらするかもしんないな。100万とか。いや100万、私結構あなあ脳そういうところに関しては結構最悪罰金ゲームでやらされるまである。あーそれもあんのか。あの事件なんかかわいそうだよな。やらされたあの 4人組がしかも誰かわかんない、上は誰かわかんないみたいなさ感じなんでしょう。もういいそそのかされてあんな堂々と撮ってたらそりゃ捕まるよ。なんで夜中とかにさ、最初は違う条件で誘い出して家の事情とか、家の事情をさそんなやばい人いんのかな、あ情報漏らすみたいな。正直一般人だからさ住所さらされてもそこまでなんか悪いことも何もしてない住所さらされてもなんだかなって思っちゃうけどね。
弱み握られててあそこまでやる？しかもあんな真っ昼間みたいな明るい時間からさ、夜中にやりなさいよみたいな。どうなんだろうね、真っ昼間にやった方がいいのかな、ドア開いてるんかな、オープンしてるからセキュリティ的にはちょっと緩いのかな。夜の方強化するよね、人がいなくなったらね。どうなんだろうね、大変だ、あれなんかかわいそうだなって思うもん見てて。どう言いそそのかされてあんなことやっちゃったのかなって。しかもだって TikTok とかでさ上げられるわけじゃん、みんなスマホで撮ってるから、あれなんだなんだみたいな。これかぶってれば素顔見えないから大丈夫とか言われたんかな。もうほんとかわいそう、ほんとかわいそうとかね、犯罪してる人にかわいそうとか言うのもなんだけどね。取られたね、時計店の人はもう憤りしかないもんね。強盗するような高校生だからそれ以前も弱み握られてるような報道、悪いことしてると。ああ、てか上の人は誰なんだろうね。ごぶさん、違いのあかりさん、こんばんは。ちょっと待ってね、なんかさ今日気になったニュースあったの。私さニュース結構好きなんだよね、 LINE ニュースめちゃ見るんだけど、意外にねそういうの大好きなんだよ。お、懐かしい、秋葉原無差別殺、これさ歩行者天国のやつ違うか、秋葉原無差別殺傷15年元死刑囚に手紙を送り続けた被害者の思いだって。だから死刑になるまで本当遅いよね、死刑になるまで日本は本当に遅い。私ほら過激派だからさ、みんなの知ってる通り私は過激派やからさ、こんなことイエイとかやっちゃダメなんだ。一回犯罪し、何回か一回犯罪した人がさまた世に出られるっていうのがすごいよな。その仕組みがよくわからん。嫌なら警察に行って相談することですね。どういうこと？何について今言われたのかわかんないけど、なんて警察に行ったって別に何もなんないでしょ、相談したって。警察にいたって今ここで何か言ったって何も変わらないでしょ。判決を上げた瞬間床が抜けてすげえ地下まで落とされる。本当にメイドインアビスっすねメイドインアビスみたいに奥まで、穴の奥までならないよ、何言ってんの。あなたに何を危害加えたんですかとか言われて、ただアハハって言って終わるだけでしょ。警察はそんなもんよ。多分何人も言ってると思うよ、そんな相談とかじゃなくて。秋葉原の事件の1週間前に事件発生と同じ時間で同じ場所にいました。怖っ、よかったねその時いなくてね。いつ何時だからね、本当に奇跡やな。そうそうそう、判決下した瞬間もそこで死ぬっていうのはやっぱみんなの目の前で死ぬっていうのはみんなもやっぱちょっと記憶に残っちゃうから、それはちょっと
まあ悪いかもしれないけど、やっぱもう決まったも今回あなたは死刑ですって決まった瞬間、その時にね、その時にやっぱやるべきだなって私も思います。そのなんか死刑前のなんか 何年間とか何日間も俺は死刑を受けるんだっていうなんか屈辱を味わわせたくてそういうことをしてるのか何なのかわからないですね。レビトさんこんばんは、ありがとう。だってその間に逃げ出し、万が一ですけど逃げ出したりしたらどうだったろうと思うよね。怖いよね。の間に逃げ出したらどうしようとか思わないのかな。怖い。怖いね。冤罪があるやん。冤罪じゃなかった、冤罪だったら冤罪でしょ。何を言う、どういうこと。私今死刑宣告されてる人に言いたいのよ。冤罪だったら冤罪だってね言えばいいじゃないですか。地下鉄サリン事件も発生よりもっと早い時間に乗ってて助かりました。あ、冤罪ね。それはチョコラビビは冤罪ね。大変やな。怖いね。シャレになんないよ。怖い怖い。でもあれおもろいよな、警察24時死刑クソ実行が良いでしょうか。死刑クソ実行っていうか、死刑判決されたらもうその場で死ぬっていうか、期間を空けてあれをするのはよくわかんない。死刑実行はいいと思います。死刑を決まった人はね。死刑即実行だったら即実行が良いで、良いと思います。その人、その被害者さんの気持ちを考えるとね、私はそう思う。だって多分自分が被害者になった場合、自分が加害者になった場合も早く殺してほしいと思うもんな。死刑判決されたら早く殺してくれよって思う。もう死ぬって決まってんのになんか寿命と違うやん。ちょっと私だったらそうしてほしいな。そう、何日間もなんか待つ。だって死刑判決された人って別に何もしないんでしょ。特に私は即実行派っすね。何の話急に。市役所、これ怖い怖い怖い。もう私は会になります。怖いから会員閉じこもります。だって冤罪じゃないから今死刑が決まってるんでしょって話じゃん。何回言うねん。スマホの電池がいっぱいだった。これありがとう、ピオちゃん。ありがとう。じゃーん。
オリンピックの開会式で同じ格好してる誰ですか。私です。マシャタンツタキ様ね。スタキ様です。今日は12時まで配信し、12時じゃないな、夜に配信終了しようかな。死刑判決でも冤罪あるよ。でも死刑判決まで行ってさ、結局冤罪でしたってなってもさね、いや私は大体もうさ、犯罪を起こした時点じゃあなんで有罪判決になるの、そんな人たちは。で間違いって稀にあるんですか、よくあるんですか、それは。じゃあよくあるんですか、逆に聞くけど。その間違いもあるやんって言うけど、それはよくあるんですか、よくあることなんですか、もう毎日本当に普通にあることなんですか。普通にあることなんですか、それが。だいたいね、それが日常茶飯事だったら言いませんよ、こんなこと。日常茶飯事あるってことですね。じゃあその免罪が冤罪が、スカトシパネミラありがとうございます。日常茶飯事、裁判官はみんな間違ってるってことですね。そう言いたいのですね。よくはないけど過去にはあり、過去に1回ぐらい、1、2回ぐらいあっただけでしょ。そっから強化されてるでしょ。私が被害者だったらすぐに死刑にしてほしいですね。いいじゃんそれで。なんでそんなにつがかかってこられなきゃいけないの。え、なんで私はそんな突っかからな、られなきゃいけないの。よくじゃなくても免罪に該当した当人はたまったもんじゃないと思います。それでも僕はやってないっていう言い方もあります。まあそれはあるけどさ、死刑判決の人もあるの。別に私は死刑判決、別に免罪の人のことに対しては何にも言ってないんですけど、そこまで深く考えてないんですけど、なんで私はこんなに責められてるんですかね。なんでみんなにこんなに責められてるんですかね。だから完璧に死刑を決まった人は別に死刑にしてもいいでしょって。いや分かんないもん。別にそんな深く考えてないのに、なんで急にこんななんかさ、突っかかられなきゃいけないの。何々見たらいいと思うよ。いいです、美大です。別に
知らん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 。いいんで、私は過激派なんで。そういう意見の持ち主なんで。意見交換いらないです、意見交換なんて。いや、明日チケット買えるか、本当に買えるかね、どうですかね。わし叩いて、別に叩かれたとは思ってないですよ、私も。私は叩かれたなんて思ってないですから大丈夫ですよ。叩かれたとしてもなんで叩かれるのかもよくわかんないですもん。じゃない、だって今で。それはね、人間一人一人 AI じゃないし、気持ちとか感情の持ち腐れね、一人一人ね、出来が違うんですから、考えが違うのは当たり前なんでね。これは私の一意見なんで。こんばんは、ごじゃかんと、ありがとうございます。だいたいまずここの中に犯罪者はいないですよ。犯罪者だったらショールームなんて見れないしね。いや、わかんないもんな、逃亡中の人間かもしれないしね。今は死刑をなくそうとしているの、逆の意見はちょっと。いいですよ、別に逆の意見なんで。私は塚俊と逆の意見です。逆にそりゃ逆の意見もあるでしょ。誰がなくそうとしているのかわかんないけど、多少別にあっていいと思う。お使いとした逆の意見でも別にそれはそれでいいもん。若い時の自分は考え方変わったところもあり、10代20代の時はどっちかといえばそっちのだった自分も。私は永遠にこっちかな。僕ではなく世論。いや、僕の意見聞いてんだけど、私別に世論聞いてねえし。世論死になよ、普通はこうだよって言いたいことでしょ。言いたいってことでしょ。普通の考えはこうだよって言いたいってことでしょ。いや、そんな、なんでじゃあさ、
どうなんだろうね。じゃああれか、人を殺してもいいってことだよね。意見的に人を殺してもいいってことだよね。そういう意見ってことだよね。人は殺していいもんだみたいな意見ってことだよね。お風呂から上がってスマホを充電器につないだものとき、あら早いですね。お風呂が秒ですね。極論そうじゃない。だってだってそういうことでなっちゃうじゃん。まさまさちゃんこんばんは。だってそうなるよ。死んでんだよ人が。命が一個なくなってんだよ。2時間近く風呂に入る。あ、そういうこと。風呂の中で見てたってことで。ひろさんこんばんは。じゃあカート変えてよって。難しいよね。だからそこが難しくない。その人は人を殺してるのに殺さない意見が多いっていう、その人にその人に対して殺さない意見が多いってむずいですよね。だって世の中は死刑をなくそうって言ってるんでしょ。難しいよね。極論なんでだろうって思うな。すげえ思うわ。もしそういう日本がそういう形に決めましたって言ったらちょっと謎になるわ。いろんな映画とかに触れるのは損はないと思うよ。まあ、損はないかもしれないけど、なんか見たいと思うものしか見れないからな。奈良戦争はどうなの。だから難しい問題だって言ってるでしょ。だから難しい問題だから別に私の一意見としてもう普通に聞いてればいいでしょって話。戦争のことは知りません。なんで戦争してんだろうって思いますからね。なんで戦争をしているのかがわからないからな私は。むず極論。日本が戦争してなくてよかったですよ。まあでもみんなね、なんか変なこと言ってるなって思う人にはね、突っかかりたくなるもんなんですよ人間。サガみたいな、人間のサガみたいなもんですよね。そういう性質。言うに言われないみたいな。ひまつちゃんファネベラップありがとうございます。ありがとう。みんなこんなお話の中でもお星様ご職カウントとポイントご協力してくださっている方ありがとうございます。素晴らしいショールームの鏡でございます。ありがとうございます。はるちゃんさん、つたき様、ディオンちゃん、ゆきりょうし、もう12時過ぎてるやん。終わろう終わろう、よろり終わろうっと。話の途中っていうかもう話すの飽きたんで、話すの飽きた。もうなんかもう飽きたのでやめます。はい、私自由なんですいません。まだ話の途中だろうがとか、逃げるんじゃねえよとか言ってる方ごめんなさい。逃げます。ドローン一曲聴きたかった。一曲歌うか。じゃあ今日ねジョイアミーヤ行ってきたよ。おーすごいね。下見なんてあんだ、すごいね。ピアさんありがとうございます。そういえばエステが続いてる。エステ行ってないわ最近。最近はエステ行く時間ないから行ってないです。よいしょ。
何歌おうかな。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。長袖に殺菌感、ただそこに愛を落とした。果てに色を任すように品種の月も添えて、転がるように風を切って、つまずくごとに強くなった。光も光も光も全部抱きしめて、選ばれなければ選べばいい。声をとどろけ夜のその向こうへ、涙で滲んでた。あんなに遠くの景色まで響き渡れ、何を奏でて誰に届かくて、確かなままでいい。どんなに暗い感情も、どんなに長い葛藤も、歌と知念残響。ただ一人マウスインや、長えない旅を結べば、果てに色も任すように真空の過去添われ、この先どんな辛いとこ、口先よりも腕を張って、抱いた夢の狩りを全部辿るだけ。逃げ出すためここまで来たんじゃないだろう。選ばれなければ選べばいい。声を枯らして燃える花のように、闇間を照らしたら、曖昧すぎる世界を無念にして、夜を数えて朝を描くような鮮やかなネモなら、どんなに深い後悔も、どんなに高い限界も、吐き消して残響。みっちゃん、耳を持てて、ありがとう。Thank you.ありがとうございます。たくちゃんアニメンボジュッチュありがとう。天元様だって、うずいさん好きなんですかね。ありがとう。パチパチいいえ。私も歌いたかったんで。えね、天元様好きなんや。でも天元さんめっちゃイケメンやからな、本当に。ね、うずい天元が一番イケメンだと思うよ。ショールームじゃねえ、間違えた。鬼滅の刃の中で顔はね、トップクラスでイケメンだと思う。まあ赤座が好きなんだけどね、私は。ハメちゃんファニーベラップありがとう。皆さん、星内カントギフトとポイントご協力、この枠もありがとうございました。明日、そうだ、明日の配信決めようっと。明日ね、なんと洗濯機ちゃんの家に行くので、洗濯機ちゃんの家で配信する予定もあるので、どうしよっかな。
とりあえず12時配信と、15時配信しようかな。あ、間違えて消してしまいました。全部。で、夜はあっちの家で配信する予定なので、よろしくお願いします。ハムちゃんファネビラアップ NN さんフォローありがとうございます。一緒に配信できるのはいいね。まあね、でも一緒に配信できるのはほんとその子だけだな。うん、なんとなくだけど。なんか同じ配信者としての友達の前だったら全然配信できるんだけど、別に何にもしてない人、何にもしてない一般の友達、ほんとプライベートの友達で配信ができる、目の前で配信できるのはほんとその子の前だけだな。ね、そうだと思います。ありがとうございます。皆さん、おしないカウントギフトとポイントご協力ありがとうございました。ありがとう。夜遅くまで配信を付き合いいただきありがとうございました。終わりたいと思います。ダンジャップしていきます。13位ハムちゃんありがとうございます。12位ゆうちゃんありがとうございます。11位ゆまつちゃんありがとうございます。10位ネバフィーちゃんありがとうございます。キプルルピョコポコちゃんありがとうございます。8位スノスノさんありがとうございます。シゲルブラックちゃんありがとうございます。6位、タナイちゃんありがとうございます。5位がウキタちゃんありがとうございます。4位タクちゃんありがとうございます。3位コーシーありがとうございます。2位ジュンボーさんありがとうございます。そして1位がトコ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 ちゃん、てつちゃんありがとうございます。壇上皆さん、アリーナ席の皆さん、オスから応援してくださった皆さんありがとうございます。この枠もありがとうございました。まあ一瞬ちょっとね、機嫌悪くなったんですけども、あのケロッと復活できる人間なので復活しました。ありがとうございます。また明日12時から配信したいと思いますので、よろしくお願いします。12時と15時、配信したいと思いますので、よろしくお願いします。最後の挨拶、おつたき様でした。ありがとうございました。皆さん、おやすみなさい。バイバーイ。おやすみー。おつたき様でした。 Thank you。